こう見るとやばいね。かっこいい。おー、エヴァ8、今最強と思ってる俺は。普通にスーパーレアかっこいいじゃん。あれ、こんなにホースついてたっけ、こいつ。しかもなんか色がさ、灰色っぽいからさ、結構これ普通にさ、同化すんじゃないの？ラストミシックパック。おほほ、この音何度聞いてもいいな。え、ペイティミンじゃん、完全に。これ絶対修正入るだろ。連射させろ。かっこいい。首を長くアップグレードよ、ハニーだ。首を長くアップグレードよってなんだよ。これ倒した後やったらもうただの煽りじゃん、これ。よし。ちょっとこれイベントパックありますかね。昨日の夜ね、課金しといたんでね、もう無敵です。あー、でもなんか、こう見るとかっこいいな。なんかさ、強そう。俺最初、あれだったけどな。なんか最初は、いや、かっこいいな。なんか、あれ？なんかこうさ、で、近くで見るとめっちゃかっこいいな。普通にかっこいいな、これ。デッドスペースとか出てきそう、ワンチャン。いや、無理か。え、かっこいいな。あれ？ちょっと待ってね。いや、かっこいいな。あれ、漫画もかっこいいぞ。あれ？俺、昨日の夜見たときは、あんまだったんだよ。だから、と思ってたんだけど、あれなんか全部かっこいいぞ。あれ？ちょっと奥端だけちょっと俺は渋い。体はかっこいいんだけど、なんか顔面が、なんか、序盤で殺されそう。そう、ちょっとなんか序盤で殺されそうな顔してる。ちょっとね、です。武器好きは全部かっこいいのか。あ、かっこいいな。まあでも悪くはねえか。いやでもなんかな、序盤で殺されそうな顔してんだよね、やっぱり顔面が。体感。まあいいや。ちょっとじゃあ購入していきましょう。とりあえず、これでね、購入。クラウド止めたらあれだけ、買っていこうか。2、3。なんかロボットっぽいよね。4。はい。で、あとは、あったわ、これだ。これを買うと安くなるのかな。うん。バナナフレームはマジでかっこいいね。全部かっこいい。ちょっと後ですけども。これを全部買えば、ちょっと安くなるんですかね。はーい。で、これちょっと購入していきます。こっち、5000。まあ、昨日のイメージだと1万4000かかるっていう計算だったんだけど、それより残ったら最強ってことだな。バンドルを購入。はい。これがもともとね、1万6000だったんだね。で、この状態で今10個持ってます。10個持ってる状態から、あと何回もいいんだ ?10 個、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8なんで、5600。1400分くらい安いのか？あれかねえな。うん。じゃあちょっと買っていこうか。5パック買って、購入。これもパック買って、購入。2950残った。ってことは、1000コインぐらい。お得。なんだろうな、なんか外骨格というか、なんか惜しいな。なんか惜しいな、これ。俺はね。俺はちょっと惜しいな、奥端だけ。かっこいいな、でも。あとは、来たらかっこいいのかな。ちょっと、規制てみるか。来たらは、全然違うかもしれない。ちょっと、やってみよう。とりあえず、開けていきまーす。おーい。フォロー。お、レジェンダリー。噂をすれば噂をすればもう来た。体はマジでかっこいいんだけどな。あ、でも待って、あ、この角度好き。俺この角度いいわ。あ、ここかっこいい。あ、待って、でもさ、違うな、これ。あの、ジョジョ知ってる人だったらわかるかもしれないけど、なんかパープルヘイズだっけ、それっぽいかも。なんか俺かっこいいかも。この角度すごい似てる気がする。違うかな？あれ？なんて名前だっけ？あいつ。あのさ、毒のやつ。合ってるっけ？ちょっと俺似てる気がするんだけど、違うか？ちょい違うかな？顔面の構造が似てる気がする。あー、似てるようで全然似てなかった。全然似てなかった。でも、この角度ちょっと似てるんだよな。かっこいい位置つけとこうっと。はい。悪くねえな。あ、これかっこいいな。こう見るとめっちゃいいな、俺。これ好きだな。ちょっと待って、これで、こう見ると。あ、かっこいい。あ、なるほどね。ちょっとあれが悪いわ。立ち姿が悪いわ。
かっこいいかっこいい。あ、そう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 。出しちゃうとやばいってやつね。あ、かっこいいな。こう見るとやばいね。めちゃくちゃかっこいいわ。これが悪いわ。あ、この立ち方が悪いわ。あ、めちゃくちゃかっこいいですね。おお、今日は運がいいな。今日は運がよろしい。おお、ミラージュ。俺このミラージュめっちゃ好きよ。俺このミラージュめっちゃかっこいい。え、なんかめっちゃ生えてね。あれ、こんなキノコみたいだったっけ。あれ、こんなだったっけ。なんかこんなにさ突き出てたっけ。なんかさ、もうちょいさ、小さくなかったっけ。これそうだね、4部はあれでしょ、ダイヤモンドは砕けないだから。猫背がだな。これかっこいいな。けども横立ってても気づかない。あ、スーパーレアになっちゃった。残念。あ、でもかっこいい。なんか最近やっぱスーパーレアに力入れてるんじゃないかって感じがしちゃいますね。え、待って、これ右手だけ？両手か？あ、両手ビリビリしてんのか、かっこいい。なんかいいな。なんかスーパーレアとは思えんよな、普通に。マジでかっこいいな。けど、いいな。悪くねえな、こう見ると。おお、やっぱ今日俺運がいいぞ。おお、出たエルスター。モザンに勝てなかったエルスターくんだ。キルタイムが 0.3 秒違うってことに気づいてしまってね。私、エルスターやめたっていう。モザンが強すぎた。そうなの？かっこよ、それ。ちょっとやってみよう。あ、これか。エルスターなぁ。おぉ、レジェンドできた。エルスター強いんだけどなぁ。強いんだけどなぁ。キルタイムがなぁ。勝てなさすぎる。モザンにさ 0.3 秒違うのはやばいだろ。かっけー。救急車も今強いからちょうどいいんじゃない。これかっこいい。これ素晴らしいわ。なんかすごいコンパクトだな。しかもあれ、救急ってこんな感じだったっけ。アイアンサイトは、アイアンサイトは変わってないかな。別に見やすいやつじゃないけど、かっこいいって感じか。いいね。こちら。ジョギー紫。紫か。紫か。ランカー引退しましたか？よう、俺やってたよ、普通に。ロングボー。スーパーレアとは思えぬ。なんか、マジで最近な、スーパーレアが普通にな、なんか、まあ、常設というか、普通に買えるさ、レジェンダリーっぽいんだよな。綺麗な。モザン最強だ、今。こんにちは。もうなんだろ、タイトルに俺ソロマス企画って書いてるしな。ランク引退どころか。ランク引退どころか、もうそもそもね、タイトルにソロマス企画書いたらかな。まあ、引退してる可能性もあるな、みたいな。P2020。普通にかっこいいんだよな。なんか、ちょっと前の20に似てるな、でも。色合いが。あ、あれ、4号か。4号か、あれは。20じゃねえか。かっけ、これなんだ。これは何がついてるんだ。ちょっとわかんないな。これじゃーっ。ちょっと、ま、謎だけど、買っとこう。買っとこうですけど。俺も今でも秋も縛りだからな、もうもはや。出たー。これは絶対コースティックだろう。合ってる。これはあれだって、もうコスケンあるもんな。あれ、研究所じゃないんだっけ今って。処理施設とかだっけ。ちょっとわかんねえな。でもかっこいい。これがちょっとわかんないけど、今回のあれだな、バナーフレームかっこいいな、普通に。おりちゃー、次ー。おーっと、この位置のレジェンダリーは多分関係ないレジェンダリーな気がする。シアだ。一応見とこう。これは常に手に入るやつか。かっこいいな。普通にかっこいいな。つけとこう。シアな。強いけどな。って感じなんだよな。強いけどで収まってるよな。最近大会とかでもあんまり見なくなっちゃったしな。和とクリプトバンガーみたいな構成多いよ。で、こちらがちょっと強化入った301。まあ、実際俺は301ね、結構好きなんだけどね。ヘムロックの方がやっぱまだ使い勝手はいいかなって感じはしちゃうわ。悪くはねえんだけど。まだ、まだかな。
もうちょい欲しいな。ドカンと一発。おお、すごい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 。こんにちは。これは、エルスター来た。そう。お前、キルタイムが遅すぎる。漫画昔からすごかったからね。なんで使われてなかったんだろう。かっけー。俺、ほんとにさ、スーパーレアに思えないね。マジでかっこよくない？ユーズとかも。色合いがいいわ。こんにちは。ね。めっちゃかっこいい。質感がいいわ、質感が。けど。ジャギーン。おー、レジェンダリー。俺は誰だ？おー、出た。バンガロール。まあ、これにつけつつかな。色合いはマジでかっこいいな。え、何持ってんのこれ。なんか貫通してるよ。レイピアみたいな持ってんのかこれ。違うな。全然違うわ。レイピアじゃない。なんだこれ、何持ってんだ。刀？かっけえな。質感がいいわ。スーツ着てる、スーツ。これにあれか、あの、スパレジェが来るのか。すごいな。色合い合っててよくねえか。めっちゃかっこいいやん。これはスーパーレア。誰だ？これ誰だ？レイスか？誰だ？レイスじゃないのか？誰だ？レブナント？これ？これレブナントなの？あ、あれか。ローマのお父さんぶっ殺したところか？もしかして。多分そこな気がするけど違うのかな？じゃあつけとくか。多分そこだよね。これ多分ローマのお父さんぶっ、あ、そうだよね。やっぱ、グラス置いてあるから絶対そうだ。一番最初レブナント出てきた時ね。こんにちは。おーっと、レジェンダリーまた来た。すごい。レジェンダリーに愛されてる。いつもはレジェンダリーなんて全く出ないのに。おー、エヴァハチ、今最強と思ってる、俺は。これ S ランクだね、エヴァハチは。俺、エヴァとマスティフとモザンがやばい。今、俺の中で激アツ。あの3人は、3人ってか3匹は、3匹 ?3 個は S ランクだね、完全に。ちょっとピーキーだけ、俺ちょっと B プラぐらいなんだよな。強いけど、俺はちょっとな、物足りねえわ。ディスラプター消えちゃったから。つけとこーっと。お、元レジェンダリーだ。もうレジェンダリーめっちゃ来るな。もう最後はあれか？逆か、あれ。これ。もしかして、レジェンダリー当たってなさすぎて、レジェンダリー全部来てる。もしかして。おお、カーだ。かっこいい。カーもね、強いんだけどね。ちょっとモザンがね、全部効くってっかんね。今はちょっとモザンアキンボ時代ですね。あの、モザンビーク以外は持っちゃいけない。もはやそんな世界。いや、モザンに負けて怒る人は、モザン持たないとダメなんですよ。そう。オンラインゲームは強化入った武器を使うっていうのが当たり前のことなんで、あれになっちゃう。俺はこの武器しか絶対使わねえんだって。もうあれ地獄だからな、マジで。この武器は好きだから俺は使うんだ、愛だ。でも愛するあまりに地獄になっちゃうからね。愛ではカバーできないこともある。ネメオだ。かっこいい。ネメシス最近使ってる人多いんだよな。なんかエネルギー弱体化入ったのにさ、ようみんな使うよな、頑張って。かっこよっ。ネメシスさ、なんか構造がいいよな、もうなんか見た目が好き。強そ。ヘムロックより最近多い気がする、ネメシスの方が。そんなことない。なんか俺ヘムロック、でもどっちがいいんだろうな、俺使うとしたら。ネメシスモザン。いやでも弾持ち悪いよな。たまにスクリームとか見るんだけどさ、なんかみんなさ、最終的にさ、ネメシスの弾32発で戦ってるからさ、俺絶対やばいと思うんだよね。しかもアサルトだよ。アサルトの人がさ、弾そんな感じになってるからさ、絶対足りんよな。こんにちは。弱くはねえと思ってか、超強えんだけど、超強えんだけどなんだよな。そう。毎回みんな32発とかさ、32の48みたいな。強いんだけどね。強いんだけどなーって感じなんだよな。迷うわ。おっと、俺はなんだ？これチネルか？チネルっぽいな。かっこいい。クワンタムブレイカー。ちょっと意味わかんねえな。クワンタムってなんか軌道だな。なんだっけ？調べようと。こういう時はね、調べてね。学ぶってのが大事ですね。量子。分量。分量ブレイカー？あ？どういうこと？ちょっと私にはちょっと理解できなかったですね。見た目はかっこいいけど、ちょっと言葉の意味合いが、量子破壊兵器みたいな感じやね。強そう。そう考えるとかっこいいな。量子ブレーカーってのがダサいのか。全部感じさないんか。途中途中あれか。カタカナ言ってなかったのか。エネアも減らしたらマジでいい調整だと思った。ね。なんかさ、結構頑張らないともう使えないのいいよな。
おお、やっぱそうだ、俺運がいいと思ったけど逆だ、運が悪かったんだ。なんかレジェンダリー飛行来てるからこれ運が悪かったんや。おお、レブナントだ、これかっこいいな、なんかボイド系って感じ。俺これ好きだ、スケートボーっと。黒のキラー、なんか色がさ灰色っぽいからさ、結構これ普通にさ同化すんじゃないの、環境とかと。灰色と緑だから、え、これいいな、普通にかっこいい。なんかうるせえな、なんだ、あ、なんか右でやってるわとか、妹の音が聞こえるんだっけ今。はい、ラストはスーパーレアということでね、まあスーパーレアたくさん来たんですけどね、かっこいい、普通にスーパーレアかっこいいじゃん。あれ、こんなにホースついてたっけこいつ、ついてたんか、気づかなかったな。最近あれか、俺スーパーレア系使ってなかったから分かんなかったのか。でもかっこいいな、やっぱスーパーレアいいな。全然なんかちょっとレジェンダリーって言われてもなんか、あ、ちょっとレジェンダリーの中では下の方かなみたいな感じだよね。スーパーレアっぽくないんだよな、かっこいい。ではラストミシックパック引かせていただきましょう。ポジー、ラストミシックパック。おお、この音何度聞いてもいいな。ジャゲーン、ジャゲーン、え、かっけー、フィニッシャー。これさかっこいいよなこれさめっちゃかっこよくない、これめっちゃ好きだけど、これいいよな。目の覚める戦い、俺いつもさ、あのなんか違うやつだった気がするんだよな。え、これいい、これめっちゃかっこいい。え、これさ、ちょっと待って、ボットで、あ、ボットマッチ行って見えりゃいいじゃん、フィニッシャー、天才かよ、いいこと考えた。で、これが、え、かっけー、かっけー、なにこれ、え、やばくないこれ、みんなかっこよすぎじゃない。え、ちょっとさ、運営さん、そろそろさ、スパルチェランダムにしない、あのお気に入り追加させてほしいんだけど、ちょっとさ、あのスパルチェ多すぎてさ、あのいろんなスパルチェ使いたいんだけど、なにこれ、かっこよ。え、どうなってんの、ちょっと待って、見てくるわ。バンガロール神、かっこいい。ちょっと待って、これポーズが違うな、なんか、斜め、いや、かっこいいなかっこいいな、普通に。いや、何持たせてもいいのか、結構。どれだろうな、画面に近いやつがいいな、できれば。いや、やっぱこれだな、一番いいの。これいいな、これめっちゃかっこいい、やばい、これいいな、これ。ああ、あのね、このなんだろう、このバナーの中に入ってほしいね、できれば。だからちょうどいい、なんかちょっとすっぽり入るから。え、強そうこれ、なんか立体感すごいあるな、かっこいいめっちゃいいじゃん、これいいな、えぐ。ちょっと今回のミシックやばいぞ、普通にかっけー。え、まさか、ここはちょっと違うのか、取り出し音が、取り出し音ってなんだ、取り出しモーション、殴りモーション。なんかさ、俺さ、なんか俺がスライディングするとバグんない、そんなことないか。なんか俺さ、プルプルプルって振れる時あるんだけど、あれ何なんだろう、大丈夫か。なんかちょっと変わったな、ちょっと変わってんなこれ。あ、これちょっと変わってるわ、そもそも。あ、しかも、あれよ、あ、右になってるな、なんか右側に。あー、いいね。で、フルモーション、お、追加されてる。そういえばなんか言ってたな、なんか追加されたって。お、右下切り上げじゃなくって左切り上げっていうか、左もある、ほら。え、かっこいい、増えてる。上は、あ、上はあれだ、あ、全体的に1モーション増えてんな、これ。こんにちは、いや、かっこいい。漫画さ、なんでさ、こいつ歩くとこんなさ、なんかてってってって歩き始めるんだろうね、これ俺これ結構好きなんだけど、これは変わんないかな、さすがに。このモーションは変わってないか、しゃがみを、あ、しゃがみ申しは変わってないな。なるほど。三人衆は変わってないんだな。うん。三人衆は変わってないね。え、かっこよ。
で、ヒューズ。さあ、戦闘再開だ。ヒューズもいいな。まあ、こいつはちょっと、あれだけど、ホバルト肩あるだけどさ。あと、他誰だっけ？オクタンか。あ、レースもかっこいいね。で、これだ、オクタン。すげえ。三人称で見ると。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。あれ、ほんとだ。え？ほんとだ。なんか緑さ、跡が残んない。なにこれ？これじゃあさ、イベント買いました。これめっちゃいいよ。俺もやべえよ。ほんとや。なんも残んない、跡が。あの、緑くほわーってなんないから。え、これペイトゥーウィンやん。完全に。え、奥田やばいんだけど。え、これエグくね？普通に。だってこれ早くなってるのわかんないよ。だから、でしかも真っ暗だから、例えば、こういうところで隠れてたらわかんないよ。で、こうやってやっても、わかんない。え、ペイトゥーウィンじゃん、完全に。これ絶対修正入るだろ。オクタンのスキンが緑くなってなかったので修正しましたみたいに出る、多分これ。これいいな。あ、一つさ、治ったのかちょっと見たいことあるんだけどさ、オクタンさ、あの、スパレでさ、前に出すようになったのかな、突き出すようになったのかな。早く行くぜ。変わってないか。それともウルト中だ。ウルトの時だけか。いや、変わってなさそうだな。あれはな、確か、俺の記憶が正しければ、前に突き出した気がするんだよな。こんななんか走ってなかった気がするんだよな。うん。で、三人死じゃないときは？かっこいい。早く行くぜ。いいね。かっこいいわ。普通にいいな。あり。あと他、あ、レブラントは、そう、レブラントもいたな、それは。おそらくなんだけど、あれだと思う。あれ強かったんよ。右手を一切動かさないから、ある意味だからヒットボックスが一切移動しないっていう、なかなかの強さだったんだよね。そう、腕を突き出すって、あのモーション。多分それのせいなんじゃないかな。ワンチャン。その、本当にそれこそペイトゥーウィンみたいな。見た目が全然違かったんだよ、走ってる時の。なのかなーとは思う。ワンチャン。まあ全然普通にバグの可能性あるんですよね。で、レブナントは、ああ、いいねえ。こいつもさ、もしかしてさ、あれ、もともとだっけ？もともと変わんないんだっけ？三人称。あ、ちゃんと赤いか。ちゃんと赤いか。ウルト使ってさ、変わんない、知らないよね。びっくりした。よかった。バグってさ、この、レブラントのさ、このウルトの盾さ、まとわなかったらどうしようって思っちゃった、最初。そう、オクタンのアビリティまとわないからさ、もしそういうバグって思ったけど、全然そんなことない。大丈夫そう。他には、あー、こいつもかっこいいな。三人称ですと、あー、いいね。手がこう、緑い感じでいいな。え、マジやっぱスーパーレアっぽくないな。本当に。普通にそのなんだろう、視覚的にわかるのかっこいいな。え、全然レジェンダリーって言われてもなんか、あ、そうなんですかって本当に思っちゃうぐらいではかっこいいな。あ、でもなんか別に緑色がちらつくな。ちょいちらつくな。ちょっと気になっちゃうな、これ。ちょっと光りすぎだろ、これ。かっこいいけど、ちょっと手のひら光りすぎかもしんない。ちょっとやってかもしんないな、これな。え？視野は関係なくて、誰かいたっけ？ああ、ミラージュか。ミラージュくんですよ。ミラージュくんはね、かっこいいんですよ。こんにちは。EA 版の詳細調整して分かりました。おめでとうございます。ハミー。ミラージュいいね。アビリティは、アビリティはまあいつも通りだ。3人称視点を。黒いなぁ、こう見ると。これさ、マジでさ、新マップやばくない？真っ暗じゃん。真っ黒か。真っ黒じゃん。お盆、何かしたか？配信してた。このスキン、かっけえな。これもペイトゥーウィンクセーラー、でもマジで。黒すぎるな。あまりにも。あまりにも黒すぎるな。強っ。他は？
誰かいたっけ。あれ俺コースティックつけてないぞ。うん、ここでもかっこいいけどね。すげえ強そう。なんかジャガーノートみたい。COD とかに出てきた。ねえ、ほんとに熱いね。素晴らしいよ。あれちゃー、悪くねえな。質感というか、色合いがマジでいいな。全体的に。こいつは3人にしよう。あー、かっこいいな。てかこのなんか肩パッド強そう。いそうだな、これ。アビリティは変わらない。うん、まだ全てが見えるぞ。ウルト、ウルトは、ウルトも別になんか変わったりしてるわけではなさ、え、なんだ、なんか左、左、ん、右手になんか光のあれが、あ、壊れた方あるか。あっ、吸い込んで、ありだ。私の視界は良好だ。超強そう、マジで。これいいな。こんな歩き方だったっけ？なんかすごいくたびれてない？あれこんなだったっけ？ああ、こんなだったか。なんかこいつ、あれだな。武器しまうとすごいなんか疲れてんな。ほら、もう歩きたくねーみたいな。こんなだったかって感じだけど。まあこいつ50何歳とかだからそういうもんか。ね、ラストはボットマッチ。全員フィニッシャーしてくるわ。行くぜ。ああ、フィニッシャー見させておくれよ。フィニッシャーをよ。うおー、強そう。味方が一番強い。やっぱピング高まっちゃうよな。あ、いた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 。フィニッシャーさせろ。フィニッシャーをさせろ。とりあえずかっこいい。来た。私のシールド終わった。殴らせろお前。以上、フィニッシャーさせろ。かっこいい。もう立たないことね。かっこいい。何これ。かっこいい。あと結構早いな、思ってる以上に。あのコスチューム系はマジでやっぱテンション上がりますな。わかる。これやるべきではないんだけど、やっぱこれかっこいいな。ハーベスターが利用可能になりました。てかマジ邪魔じゃなくなってんな全部こいつ。当たんない。殴らそう。オッケー。脱出する。新しいレベルに到達。殴らせろ。あー、くそ。フィニッシャーさせろ。フィニッシャーさせろ。フィニッシャーさせろ。マジかっこいいな。ガチでかっこいいな。なんか来た、いた。褒めに来た。フィニッシャーさせろ。フィニッシャーさせろ。マジでかっこいいなこれ。そうさ、あれ喋ったっけ。なんかさ、喋るようになってません。確か。あれ、喋ってないよな。フィニッシャーさせろ。やばい、撃たれる。バケモンだ、こいつ。待って、これだと殺しちゃうから。フィニッシャーさせろ、お前。フィニッシャーさせろ。あー、殺しちゃった、間違えて。スパレジェの見るモーションも変わってる。いろいろ変わってんだな。お、これか、新しいやつ。アップグレードを確保。回復中。おお、他にもあんのかな。あ、そうなんだ。はぁーみたいなやつ。これあった、これはあったか。そもそも、あ、これはそもそもあったな。やめろ、今俺は見えるんだ。やめろお前、俺にあれさせろ。フィニッシャー、フィニッシャーさせろお前。フィニッシャーさせろ。やめろ、撃たないでくれ。やめてくれ。フィニッシャーさせてくれ。あぶねえ。こいつ目力してきてんぞ。聞いたや。よいしょ、よいしょ。あ、これちょっと。突き刺すモーションあったけどさ、上からさやるやつあったっけ。リロード中。こんなんあったっけな。なんか増えてんな、これも。他にあんのかな。あ、これじゃねえ。これは前からあったな。あ、でも、あの、なんか、火花の散り方がなんか違う。緑くなってる。かっこよ。これはあったな。これは新しいやつ。これは？ジャッキーのキャップは返したけど、他のみんなはもう少し時間がかかりそうね。あっちに行くわ。
首を長くアップグレードよハニータ。首を長くアップグレードよってなんだよ。アップグレード準備万端。シールドをリチャージ。やめろよお前。結構いいセリフなのにさ、アップグレードよ入っちゃったせいで。気にな。やめろよお前。ふざけんなよ。首を長くアップグレードは意味わかんねえよ。しゃがんだらもうしゃがんの。あ、間違えた。あ、これか。これ見たわ、どっかで。あの酒飲むやつね。あー、たの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 私より先に行くことを選んだ兄さんたちに。これ倒した後やったらもうただの煽りじゃんこれ。これキリンだわ、長すぎ。キリン長すぎでしょ、首飲めないのこれ。私より先に行くことを。え、こいつ飲まないの酒は。私より先に行くことを。飲む申しはないのかな、見た感じ。あ、確かに、ちょっとやってみるか。下打ちではなく酒がけ。で、敵のシールドを割った。標的がだ。私を倒したいなら。おいおいおい。敵がここにいる。標的を。飲んでる。違う。飲んでる。飲むもおしまんのかよ。違う。俺がやりたいことだろ。敵の目の前で酒の。全然いいよ、ご自由に。来た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 。私より先に行くことを選んだ兄さん。こういうことか。ひどい。一生忘れないよ。で、こうか。ひどい。飲む帽子も出て、なんか結構レアだな、こう見ると。あんま飲んでくんない。ほら、なんかさ、割とさ、捨てるやつになっちゃうね。あ、終わっちゃった。私より先に行くことを選んだ兄さんたちに乾杯。ひどい。一生忘れないよ。終わった後にやんの、やべえこれ。チャンピオンとなりました。でラッパー。やべえこいつ全部やってる。何本こいつ酒持ってんだよ。え、待って、俺酒飲みモーション見たいな。どうやってやったら見れんだろう。ハラスメントだからアルハラじゃん。俺ちょっと飲むモーションだけやったらさ、ランクやるわ。ちょっと待ってて、飲むモーションだけ見たい。飲んでくあ。かかってきな。おお、こういうモーションだったのか。敵の前で飲んでたからな俺今。これいいね。